リーバイス・スタジアムはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララにある多目的スタジアムである。NFL のサンフランシスコ・フォーティナイナーズが2014年から本拠地として使用している。スタジアムはサンフランシスコの南約40マイルの場所に位置し、2013年に命名権を購入したリーバイ・ストラウスカンパニーにちなんで命名された。2006年時点では 49ers は当時の本拠地であるキャンドルスティックパークの跡地であるサンフランシスコのキャンドルスティックポイントに新スタジアムの建設を提案していた。このプロジェクトには小売りスペースや住宅の改善計画が含まれており、近隣の後輩気味であるハンターズポイント地域に大きな利益をもたらすと主張されていた。しかし、サンフランシスコ市との交渉が決裂し、 フォーティナイナーズは代わりにサンタクララに構えていた管理事務所とトレーニング施設に隣接する用地に注目することとなった。2010年6月、サンタクララの有権者は新スタジアムを建設し所有するためのサンタクララスタジアムオーソリティ社の設立と市がオーソリティ社に土地をリースすることを承認。2011年12月に 個人投資家から調達した建設ローンが確保され、2012年4月の着工が可能となった。2014年からアレジアントスタジアムに移転する2019年まで、カレッジフットボールのパシフィック12カンファレンスチャンピオンシップゲームの会場であった。建設は2012年4月19日に始まり、2014年7月17日に完成、会場。命名権は、 大手ジーンズ会社リーバイスが20年契約、総額2億2030万ドルで取得した。2013年5月、2016年2月に開催される第50回スーパーボウルの会場に決まり、また2015年に行われる WWE 最大のイベントレッスルマニア31の開催地として決まった。2019年には、 全米大学アメフト優勝戦の開催が予定されている。コケラ落としは2014年8月2日のメジャーリーグサッカーサンノゼアースクエイクス対シアトルサウンダーズ FC 戦でサンノゼが1の0で勝利した。フォーティナイナーズの初戦は8月17日のデンバーブロンコス戦になり34から0で勝利。NFL 公式戦は9月14日の シカゴベアーズ戦になり、28から20でベアーズが勝利した。2015年2月21日には NHL のスタジアムシリーズさんのゼシャークス対ロサンゼルスキングスの試合が行われ、2から1でシャークスが勝利した。2015年3月29日には北カリフォルニア初となる、w、WE のレッスルマニア31が開催された。 2016年2月7日に第50回スーパーボールのデンバーブロンコス対カロライナパンサーズ戦が行われ24から10でブロンコスが勝利したこの試合では国家独賞をレディガがハーフタイム賞をコールドプレイをメインにブルーノ・マーズビヨンセも参加する節目の大会にふさわしいものとなった千二十一年カリフォルニア州最大の新型コロナウイルスワクチンの 接種会場として使用された。ありがとうございます。